日。39回よ、放送です。バリ放送するどうぞ。はい、ちょっとあのちょっと画面アップすぎません？確かになんかこんな感じでしたっけ。最近あのワンチャンサイドがあのこう思考あの巧みにちょっとあの小技を使ってくるっていう。確かに小技を使われてね、こう、はい、アップをされるっていう感じですけど、あれも確かに自然に始まったらアップちょっとなんかあの今日もしかしてウニの日じゃん収穫の日、収穫の日やん、今日ウニの収穫の日が。まあそんなね、ウニってウニあるやん今日ちょっとウニなんですよ、ほんと今日ウニにメガネかけてみよう。ウニメガネですか。ウニメガネ、どう本読んでそう、本読んでそう、本読んでそう、どうですかね。はい、まあ、いいっすね。サタの日、サタの日。いや、今日はな、サタやな、今日きつい、今日きつい。僕は通常営業の日はサタの日とかはないんで。全然なんですね。あとは疲れすぎて疲れるね、そんな疲れる。はい、ちょっと飲みすぎてちょっとやばかったっすね、昨日。あ、バースやったんで、レオの、うん、行ったろがみたいな感じ、行ったろがみたいな。シャンパンそんなのぶなかったの、なんでシャンパンのね、そんな酔っ払うのかなと思って。多分あれちゃう、なんかあのコカボムとかじゃん、多分ボムとかタランチャーとか出ましたね。ボムとかタランチャーシャーみたいな、シャー行くでみたいな、はい、じゃあもうその手に飲んでたらちょっとこう、うん、もういい感じの使いですけど、今日はもうハングオーバーストーっていう感じでね。やばい、なんか俺、はい、序盤に3分で気づいてんけどさ、はい、今回の放送の回までおもんなくなりそうなんで大丈夫かないける、おもろいよな。でもちょっとトマさんがちょっとこう、うん、進行していく感じだった。久々に、はい、進行していくか、はい、なるほど。久々に、前進行してたっけ。いや、僕ほんと見返してたんですけど、うん、前半結構トマさんでしたからね。あ、そう、進行してた。マジで途中からなんか僕に切り替わって、切り替わって、はい、自然になってましたけど、自然に切り替わってました。自然に切り替わってたよ、はい、へー。でも見返すね、見返すよ、見ますよ、見返すよ自分でこうあの見返してんだよ、はい、YouTube でちゃんと見返してるんです、うんうん、なんで見返すの、なんで見返すの。いや、どうやったかな、俺な正直でよろしいなら俺も見返してるそういうことですよね、はい、うん、そんな感じで、うん、あの見返してるんですけど、うん、次の40回です。40回あの以前話した、うんうんうん、あの何でしたっけ、渋谷の話、はい、突撃取材みたいな、はい、取材をちょっと、うん、どうする、記念なんでね、40回放送でやりたいですね。40回放送で今週やらんとやらんとあかんっていう。けど君は一つ忘れていることがある。23日から27日までうちはゴールデンウィーク休みなのか。ほんま、いや、とかちゃうやん、全然やれやん君どっか行くんでしょ、どっか行くんでしょ。いや、僕は行くからですね、全然どこも行くない家おんない家おんない、これちょっとあのゲロ入ってくるの、はい、シンガポールでマラヨンして、はい、うん、トーマさんはシンガポールにね、ちょっとシンガポールに行って、シンガポール大行進、はい、シンガポール大行進、はい、すごいよ、もう全然コンビなんか怒ってる人みたいな。はい、ゴールデン休みにね、ちゃんと、うん、動画とか撮っていきましょう、皆さん動画とか動画とか、うん、いっぱい、トマさんの別なんで俺も動画撮っていきたい、ね、トマさんシンガポール編をちょっと行ってきて、うん、僕じゃあね、うん、LA かなんかの LA か、はい、ちょっとロサンゼルス撮っていきましょう、うん、分かったよあの、なんか喋らへんっ
我が家。はい、デーブです。はい、二日目俺もマリーナベースなんだよ。あ、ちょっと違うのとこ泊まんねえ。なんか僕シンガポールって言ったらあれのイメージ、スマップのイメージです。ホントスマップの、はい、スマップのなんかあるっすよ、あのマンションの上に、ホテルの上にこういうプールがありますよ。そうなの、すごい。そう、めちゃくちゃ有名なとこありますよね、マリーナさん。いや、マリーナさん、それ俺マリーナ、マリーナベイサンズじゃない。めちゃくちゃ有名っすよね、シンガポールの。あ、そうプールある。マーライオンしか知らん。シンガポールはマーライオンとユニバーサルがあるっていうことしかわからない。ユニバーあるんすか。あるよ、シンガポール。知らんかった。知らんの。いや、ロスにもあるんすよ。あ、そう、はい、あ、そう。言ったらええやん。俺も言ってくる。いやどうしたん、どうしたん。はい、伊野なんてのと、アスキラのイメージ。あ、そこっすね。あ、そこない、シンガポールない。あれシンガポール。へー、あっこでこうなんかキラキラしてたね。してないです。そんなんしてないと思いますね。してない、アイドルっす。アイドルやもんね。アイドルっす。そうなんですね。安心してください。安心してください。トマトはクニ君と旅行行っても行かないね。なんでミロクの親友と俺が旅行行ってんの。おかしないね。いや、なんかそんな面白いかもしれないですね。クニ君、じゃあちょっと今度ちょっと食事行かしてよ。食事ですか。 LINE 教えてよ。クリック見てる。ちょっと俺が LINE 行くと思うけど待ってて。 LINE を、うん、あ、じゃあ教えます。グループライン作りましょう。グループライン作ろうか。ほんであの3人でワンチャン飯買うみたいな。はい。ほんで記念すべき100回放送が、はい、絶対クリック出るみたいな。それで行く。まあ、クリ確かまあ40回、うん、まあ50回ぐらい出てほしいですね。あ、50回ぐらいでええやん。なんか出てくれる感じの。どうもみたいな。どう出てくれる。なんかまあこっち来たら、ね、大阪なんで住んでんのが、うん。ちなみにはい、今日俺言ってたさ、美容学校の時の俺の友達あのハンゴーバー入るからね。そう来てんの、はい、言ってましたね。今日来てんの。あっ言うたらクニ君みたいな俺の存在。マジですか。おーい、いやクニ君ももうハンゴーバー入ったんちゃう。何言ってるんですか。どうネジ工場ですか。ダメですネジ工場。ネジ工場で、うん、あのなんか結構いいランクいってらしいですね。いいランクいってる。ちょっと上見て。あ、ちょっと上なん、はい、長いんでもほなあかんな。7年ぐらいやってるそれあかんわ。さあかん、さあかん、さあかん。ネジ工場卒業したよ俺。これ資格持ってるよ。ちょっとトマが一応証持ってるんですよ。そう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 、うん、ポクポクポクやるけど全部切られへん。切られへん。ウィッグとかも捨てる。でね、それでそんな感じでやっていきますか。こんな感じでもやってってるけどね。これどう。これどう。はい、どうですか皆さん、うん、これ今回も1000円いったらあれっすよ、今更言うみたいな。1000円いったらね。パンツ一丁の放送で。パンツ一丁で放送。はい、はい、忘れてるけどまだ全然100なんで。100なんで。だから同じで100やったら 100% 無理っす。言ったらコメントが100、1000円ってこと、うん、なんか言ったら魅力のネジも締めてもらおうよ。うまいこと言ってんな。ほんであのなんて言うやろ、何言おうとしたら忘れた。はい、何すか。忘れた。何すか、何すか。とりあえず1000円いったらパンツ一丁で放送するってことだろ。はい、じゃあですね。ほんま。はい、やめよう。そうだな。今日、はい、2日し魅力も、はい、ちょっと2日酔いだけど、もうみんなもコメント2日酔いな感じだから。久々っすわ、久々っすわ、500すらきついやんな。でもあんませんでええよコメントは。したい形で500で上半身裸で、うん、1000で、うん、1でマジで行かないですもん500も。多分毎日は見たくない。見たくないって。どうする、どうする。ジョーラとかやったらいいじゃん。あの背景赤のジョーラみたいな。あ、背景赤はもう背景赤のジョーラとかあるやん。先月の先週のやつですか、うん、はい、ということで飲まない。でも迫ってきたよ。やめてくれ。今のうまない。バンバンバン。ちょっとめっちゃ高速で一回ください。いや多分クリックでパパパパ。おお。ほんの大前戦うわこれ。はい、見れてる。いますか。はい、パーさん221。うわうわうわ、できてる、できた。ハリウッド・ザ・ドリームって感じです。ハリウッド・ザ・ドリーム。ハリウッド・ザ・ドリームより俺は歌舞伎ドリームが欲しい。いきなり1000万って買って欲しい。ああ、それがもうあるんですね。ある、あるよ、あるよ。じゃこれなんでできてるかというと、若干こう横目でこの色だけ見てたからね。うん、何ですか。そのこう今やってる時にこう横目ですごいっすね。視野広い。視野広い。鳥の目って感じっすね。鳥の目って感じ。じゃあ鷹の目でいこう。
イエス、最高や、本当にね。もう何回アンケートっていうのはもうないっていう時点でね、お気づき、お気づきでしょうか。まあ言うと、そもそもこの今日っていう日に放送の、放送のやる気がないっていうことがもう思う。いや違う、全然ありますよ。ないよ、もう考えてましたもん。もう考えてた、起きてないよ、ハングルワンチャン、アルンチェーン、シャーシャー、もうでケロ入ってバーンケロ入ってバーン入ってでスタジオガーン来て、お前つくばってきましたよ、お前、おしゃー、タバコ吸ってくるわ、はい、タバコ吸ってくるわ、吸ってくるわ、はい、そんな感じでやっていきますか。何しにこの番組を見て、何しにこの番組は存在して、何しになんて感じ。あ、うん、確かにそれもね、何しに来たの、何しに来たみたいな、はい、放送誌って何なの、はい、何放送誌何なの、知名度向上で、知名度向上、はい、そう、知名度、でもみんな笑かしたいっていう、そうなんですよ、面白いのが見てます、笑顔にしたい、みんな笑顔にしたい、笑顔の血祭りにしたい、血祭りにしたい、血祭るんや、はい、最終的に笑顔の血祭りを、はい、求めたいと思います。なんか企画作ってよって言ってもさ、いやだからそれ言ってるやん、なんか何回言わすの、あのあれやん、うん、あのアンケート行けやん、うん、せねんせえ、もう言ったやろ、お前ちゃんとそういうことだから聞いてもん、ああええこのまま見てお客さん、うん、はい、何押したら、そう、ああここ押したら、押したら何の、押しません、バーボ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 ライト、バーボレフト、何人が、何人が楽しいこんな感じです、今日もやってます、元気に、はい、元気いっぱい、元気いっぱいにやってます、元気いっぱいにやってます元気ある、2日の時間はちょっとあるよ、ないっすよ、全然ないよな、そう、いやないっすけど、いやなんかこれかけたら元気なの、脳震盪が、これかけたらめっちゃ元気なの、ほんまに、まさかほんまになんかやばいぐらい元気なの、一回かけたら一回体験できるけど、はい、ハゲてる、ハゲてる、ちょっとハゲてるぐらい、ハゲてる、ハゲてる、あ、いや、一回かけて、本気で、ほんまっすか、ほんま元気出るから、おー、元気ボリボリー、何話したいっすか元気ボリボリー元気ボリボリー二日酔いだろ、それもう二日酔いっていうのはやっぱね、嬉しいことですよ、元気ボリボリお客さんにね、もらった、うん、いただいたお酒をレクスが選んでるっていうことは嬉しいことですよ、そのメガネ欲しい、今日じゃあ観光バー来てくれて、ドンペリぐらいであげようか、お、いいんすか、皆さん聞きました、これ今日来てドンペリ入れた方にはこのメガネをもらえるんですよ、トモさん、おペリニョン、やっぱり好きなシャンパンはドンペリなんでね、そう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 、そうなんです、そうなんですよ、そうなんです、魅力が入れんの、なんで俺が入れるんですか、いやなんか魅力が入れるとコメント、今日めっちゃコメント頑張って拾ってる、確かに、いや僕言えたら意味ない、そんなんもう、うん、悪いっすよ、それに言うしてる、確かに、いや、おかしいから、いや僕はなんかドンペリでも安いなと思いますよ、ドンペリでも安い、はい、僕は、僕なら全然、何ペリぐらい、ペリ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 って感じです、オッケー、そんでさ、それペリペリはさ、証券いくらなこれ流してくる、これ流してくる、ほんで、うん、ほんで3、まあ証券で言ったら30万とか、証券で言ったら30万オーコールのオールコールでみたいなでぐらいでちょうどいいんじゃないかなってレベルですよ、まあ、トーマさんがつけてるんですからそれ価値は出ますよ、油ついてるかもしれないな、油舐めますよ、油舐めんの、油舐めんのやめといた方がいい絶対やめといた方がいい、油ついてんのオルラとかやばいよ、油オルラとか油オルラとか言うよ、オルラオルラってあれペロリやろ、ペロリバースちょっとバースバースってあれちゃう、なんかそういえばなんかバースの話なんかめっちゃおもろいなと思ってなかった、ありましたよ、今出てきました、バースがあるね話、ちょっと滑らない話していいですか、じゃあ滑らない話、はい、滑らない、いやほんまに滑らない、ほんまに滑ったから、いや話うまくいこう、頼む、まあ題名で言うとバースって言うんですけど、題名バース、題名バース、バースって言うんですけど、僕のあのおかん方のおばあちゃんが愛知県なんですよ、家が、うん、名古屋で、うん、めちゃくちゃ田舎なんですよ、うん、で田んぼしかないんですよ本当に、で部屋みたいな平屋みたいな感じなんですけど、うん、庭は結構でかいんですよ、うん、でその庭で、バースっ
あの名前 の, あのラブラドール、うん、買ったんですよ。ランディバース、はい、ランディバース、そうなんです。でまあそっから話し合ってバース買ったんですよ。で名前がランディバース、でこれは阪神のまず選手の名前なんですよ。昔の4番バッターみたいな、めちゃくちゃめっちゃ打つ外人のランディバースからあのおばあちゃんがつけたみたいで、バースって言ってるんですよ。でちょっと死んだんですよ、バースが。死んじゃって俺ばおばあちゃん家行ってて、あの死んだ時にあのおばあちゃんちょっとこう夜中で9時ぐらいですかね、うん、なんか庭なんで熱探知機の光るやつが、熱反応したらパッと光るやつがあるんですよ、うん、でなんかこうテレビ見てて、おばあちゃんが外をデパッと開けて、バースおるかなみたいな、タックンって言ってたタケなんですけど、タックン、バースおるかなって言われて、いやもうおらんやんバース、おらんおらんやん、死んでるよバースみたいな、死んじゃった、うん、ね、そうかみたいな、ちょっとショックなってて、うん、じゃあバース呼んでみたら来るんじゃんみたいな感じで冗談で言ったんですよ、うん、おばあちゃんに。だから、みたいな、ほんまに来るんかみたいな感じでこう開けて、ガラガラガラって開けて、なんかノリで、バース呼んでみって来るかもしれんよ。もう本当に9時なんですけど、真っ暗なんですよ、うん、街灯もなくて、田舎なんで、呼んだら来るかもよって冗談で言ったんですよ、うん、だからおばあちゃんが、ほんとにみたいなタックみたいな、その時に、バースっていう声をしたら、うん、2秒後ぐらいにピカッて光ったんですよ。わっ、バース来たやんと思って、えってなって、でおばあちゃんもなんかうわ喜ぶんかなと思ったら、うん、急にガーン閉めて、おったわって言って話でした。おったやん、それおったやんっていう話なんですよ。でこの CM のコールはバース最近どうよ。先輩のサポートマジやばくて指名取りに行ったし、チャイニーの時1万もらえたんで最高っす。え、指名取れた？取れたっす。これもロミジュリの環境のおかげです。俺たちってやっぱりロミジュリだな。結構前の話なんですけどね、これ。そうなの。バース結構1年ぐらい前なんですけど。ランディバース。はい。でもランディバースがつけて、愛知や阪神の4番バッターつけてるっていうね。愛知やけど阪神が好きない。いや、なんか中日ドラゴンズ好きらしいです。好きなの。なんでつけたんですか。なんか強かったから。強かったから。強く育てる。そんな強い人の強さと強さは関係あらへん。しかもメスやったし。メスやったよ。バースメスやし。バースメスなの。おばちゃん何したの。おばちゃん何でつけたんすか。ランディバースって名前だし、もうほんと僕の家庭はもう行き違いなんでネタに走っちゃうんで、お前それでいきました、はい、ってことで、はい、あの続いてのコーナーいきますか。はい、まあ1回目のコーナー行ってないんですけど、確かに1回目のコーナー行ってない、ずっとグダグダしちゃう。1回目のコーナーはないですけど、あのちなみにじゃあ、うん、ハングでワンチャン写真今回も豊富であります。あるんすか。もうねすごいあります。お、行きましょう。じゃあ1枚目、3322211。はい、うぃ、これねレオちゃんがね、はい、昨日バースデーイベントをしたということでバースデーイベント、バースデーイベントをしたということでね、はい、バースデーイベント、昨日バースデーイベント、バースデーイベント、バースデーイベント消えますよ。バース多分消えますよ。消えないと消える、逆に消える。いや昨日バースの日やったんですよ、レオ君も。はい、バースの日で、はい、すごいみんなでねこう盛り上がって写真を撮りました。最近ちょっと人数がちょっと増えて、よろしいことに行くんじゃね、撮ることになりましたね。社長の時からそうですか ね社長の時から外に撮ることになりました。イベントになったらそうです、こんだけいます。広く一番右端ね、はい、うんうん、
いい感じですね。ツイートお願いします。でこれね、その日一緒に撮ったんやけど、昨日ねもう酔っ払っとるからね、どっちもね、私もレオちゃんもね、うん、すごかったよ、もうこの笑顔がまたいいよ、笑顔がまたね、うん、どうしたどうした、あれ曲に入り込んでるこっちなんですよはい、目がうつろって書いてますけど、目がうつろ、ちょ、ほんまにね目で読むねん、俺。あー、確かにレオかっこいいですね、レオもね、もう、はい、めちゃくちゃいい写真です。じゃ続いて、はい、レオメタセー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 胴上がってないから、はい、そうでしたね、なかなかいい感じの、はい、胴上げをしました。最後の笑顔のピースがいいよね、確かに、うん、素晴らしい、うん、あの笑顔また見たいもんです。じゃあ続いてお願いします。はいはい、何これ、これ何、これはいつでしたっけ、1週間前ぐらいにちょっと撮りましたね。なんか撮ったんや、なんか撮った写真も、いろこっち見てますかね、見てるカメラ目線ですから隠し撮りじゃないですよ。確かに意識はあるんですよ、意識はあるんや、これベロベロやし半目やってしまったし、いやけどぼやけてますもんね、ぼやけてるね、ビューティープラスなんで、まあそう、はい、こっちに感じです、ピンポイントでピンボケでした。ちょっと次撮りましょう、とこれかっこいい、よっしゃ続いて、はいはいえこれユータちょっと俺シュンに見えてんけど、いやこれユータなんですよ、うん、あの2日前3日前の営業後で、うん、あのベロベロやん、顔してて顔パンパンやなって、顔パンパンやな、ユータむくみやってたからね、はい、っていう感じでユータンマンでした。続いて、うん、あ、めちゃくちゃいい写真、お、昨日これね、はい、ジーンくん、ジーン相談役ね、と殺戮士副主任と私と、もう一人ちょっと誰かわかりますね、ミロクやスター、アイゼンスターっていう感じで、 いい写真やったね、これいい写真ですね、うん、これミロク写真やつにやばしお前違いますよ、あんまりプッシュもらうな、でも俺かっこいいかっこいい、どうですか、うん、ありがとうございます、トマさんもクリス、ほんと皆さんこれいい感じですね、みんな楽しそう、はい、みんなこれちょっと LINE の携帯のトップ外にしたら皆さん、うん、いいことあるかも、確かに、はい、エガンジン、はい、続いてお願いします、うぇあの、いきます、一番ロマンスなのはルイさんなん、チェーン、記憶ないもんね、これ記憶ないし、一つ質問いいっすか、はい、なんでロマンスなんですか、うーん、歌うかな、あ、そうなんだ、よく歌う曲ですね、ロマンスは一番ルイさんなんじゃんって話、そう、はい、そう、やっぱりトマトも写真より動画の方がいいね、バレ褒めるね、おお最高やん、いい感じ、じゃあ続いていきますか、どうぞ、相当エゴン好きやな、ヘルメットはすごいかぶってますからね、ヘルメット、この動画をよく持ってきた、引っ張ってきたよね、いや、あのお客さんから、うん、あのちょっともらいまして、誰誰、え、お客さんがちょっともらいまして、こんなんおったよみたいな、お客さんからあのもらったんですって、誰誰とか言う、親はないよ、普通に全然聞こえんかったよ、誰誰とかやばいよ、普通に、うん、いや、すごい面白い、そうなんですよ、あのヘルメットね、かぶってあんなん撮ってくれて嬉しかったです、本当に、うん、はい、こ、ね、んな感じで魅力がいるみたいな感じで来ましたね、感じで、はい、続いてじゃあラスト言いますか、うんうん、ラストアンサー出てちょうだい、ストーン、
ボンバーン、ボンバーン、ボンボンバーン、ボンボンバーン、ボンボンバーン。奥の人はレイヤー、奥の人はレイヤー、レイヤー、レイヤーが見てくれてたっていう、共にウニです、ウニぜウニか。僕の人めっちゃ戸惑ってる、戸惑ってるから、かわいいな、うん、なんか多分彼の感情としてはこの人今何してんねやろみたいな、何してんねやろ。そのハット奥の人に振ったらやってくれなかったです。奥の人に振ったらやってくれなかった。下森さん、さすがに、さすがにそれは無理ですよ。さすがに。で、奥の人誰なんですか、ちなみに。じゃあ誰なんやろ。続いて写真、誰なんやろ奥の人は。あはー、おー、うまい感じで、うまい感じでいきましたね。さすがです。奥の人は一条麗也官房座です。明日ちゃう、これもしかして。ちなみに明日、今日21日、22日、一条麗也官房座紹介です。よいしょよいしょ、最高やで、紹介したい、はい、あらまあっていう、もうね、シャンデリアにはこんな気に入る男がいない。そうよ、すごいよ、ド派手感が、王子様って感じやな、もう。確かにエアリー感がすごいし、やっぱ王子だなっていうのがありますね、やっぱ跳ねてる感じがね。はい、その小学祭が明日あるので、堀さんも結構ね、作ったみたいだね、はい、なのでちょっと明日はコーダパーティーしましょう。コーダパーティーね、はい、コーダ組が好きですから、はい、コーダ組ファン歴10年らしいです。レイ君10年ですか。10年、うん、10じゃすごい、中学生ぐらいが好きだった。確かに。いいっていう感じで、はい、終わりました。ワンちゃんアンケート、アンケート、写真終わり。よし、1分前、エアリー魅力、ボンバーン、ボンバーン、バーン、ボンバスターン、ボンバスターン。髪の毛ボリューミーなのでね、ほんとね、昔から、これ多分おばあちゃん譲りなんですよ。おばあちゃん譲りね、ほんまに。ミューミー、ミューミー、おばちゃん譲りで髪が太いんですよ。ウニぜ、ごめん、おばちゃんあげてますけど。おばちゃんあげてんの、おばちゃんあげてんの、バース言うて、バースで叫んだ時に多分5本ぐらい抜けてる感じですよ。バースでドア閉めた時に多分10本ぐらい抜けてる。恐怖で、恐怖で、バーンって。はい、だからもう俺のちょっと身内、ちょっとやめよう、身内ネタ、俺のやばいよ、身内ネタ、身内ネタ、多いけど身内ネタ、うん、面白いねんけど身内ネタでもやめて、その最後、これ何、これ最後、最後何やっとるから、もうカウントダウン、カウントダウン、カウントダウン、いやー、怖い、怖すぎる。